ラクションかける練習にはなるな。練習にできる。そんな練習何の意味あるのって言われても困るけどね。いや練習だからいいんだよ。タイヤのさ、外れるね。どれが一番回ったか傷でわかるね。おお、タイヤのザザザザ。前後入れ替えるか。太さ違うんだっけ。そう、太いのを前につけてたね今。あ、今度細いのを。細いの方がさ抜けやすいのかも。いやそうでもないよ。関係ない、ね、後ろを滑りやすいようにするために、うん、後ろタイヤを細いやつ使ってたのね、うん、けどそんなの関係なく滑るから、うん、滑りやすくしなくてもいいね。そう、むしろ滑りすぎる、うん、縁真ん中あたりに一本なんか貼ってもいいぐらいかな。滑り止め、滑り止め。まあこんな簡単にホイールに、ホイールがタイヤにつくから。よし、何回やればうまく走れるようになるんでしょうか。走らせてみよう。あ、本当の本当のランチ部はこんなんじゃねえ。本当のランチ部はこんなんじゃねえ。はい、うわ、削れたね。早い早い早い、これはついていってません。
ノーマルモーターだよ。なんかあの当てるのなんか古いんだよ。ウルフコンバージョンついた、うん、状態でだから切れ角すげえんだよね。うん、触れないんだよ。なんかタコですね。リフトしてるもんね。もっと早い腕ですか。違うわ。腕で腕で。ほう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 してる。ジャイロが効いてて。